はい、この時間は水戸市偕楽園公園の東門があります広場に来ています。この東門付近というのは結構中継ではおなじみでして、萩のお花のお祭りとか、あとはツツジの花が咲いている頃にもよく来ていたんですが、この時期は梅祭りということでとっても賑わっています。門の前には屋台が出ていて、あの焼きそばの屋台とか、あと甘酒があって、こう体が温かくなりそうなところもありますし、あとはジャガバターのお店がですねありまして、ジャガイモをふかしているところから、あのもくもくっとこう煙、湯気が出ていて、すごくあの雰囲気を出してくれているんですね。そんな、梅祭りのスポットにこう新たなこう注目スポットが加わりました。最近見晴らし亭という施設がオープンしたんですね。こちらはあの展示コーナーや大きなモニターに茨城のいろんなスポットをご紹介しているビデオが流れていたり、お土産コーナー、パンフレットもたくさん置いてあるんです。そんな場所で私たちを迎えてくださるのが茨城県観光物産協会茨城夢ガイドの方々なんです。この時間はこの茨城夢ガイドの関真紀子さんと梅祭りの楽しみ方をご紹介したいと思います。関さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、本当にあの、はい、注目のスポットが増えまして、今私たち見晴らし亭の軒下にいるんですけども、こう、はい、木の香りが中に入るとしてきて、はい、あのとてもたくさんの方で賑わってますね。そうですね、22日に見晴らし亭オープンしたばかりなので、まだとっても綺麗です。はい、でそんな関さんとご紹介していく楽しみ方ですが、はいはい、あの梅祭りを楽しむことができる周遊バスツアーがあるということで、はい、はい、そうなんです。今回ご用意しました周遊バスツアーは、水戸駅を午前10時半に出発し、午後4時10分に戻ってくる日帰りツアーとなっています。コースは、現在梅祭りが開催されているこちらの偕楽園をで乾杯を楽しんだ後、映画永遠のゼロのロケ地ともなった筑波海軍航空隊記念館を見学し、そして笠間焼に触れる笠間工芸の丘、そして陶芸美術館に向かいます。そして最後は水戸天狗納豆総本家で納豆のお土産も買うことができます。茨城といえば納豆ということで、納豆とそれから笠間の工芸だったり、あの今話題のスポットとか、こう茨城のいろんなところがぎゅっと詰まってますけども、はい、県外の方も参加しても楽しめそうですね。はい、もちろんです。県内の方ももちろんですけど、県外の方もいろいろ茨城の魅力を知っていただきたいために、この日帰りバスツアーご用意いたしました。時間も午前10時30分出発で午後4時解散ということなので、あのかなりあの前後の時間に余裕がありますから、ちょっと離れたところから来ても良さそうですね。はい、水戸駅発着のツアーとなっていますので、お車じゃなくても電車で来られた方にももちろん対応しています。はい、はい、じゃあそのバスツアーも、はい、あの参考にしていただきたいということで、梅の方をご紹介していきたいんですが、はい、ちょっとあの歩いて梅が今咲いているところまで行ってみたいと思います。はい、あの今こう見るとお花、咲いているお花も結構ありまして、白いお花びらをつけている梅の木ですね。これはかなりもう開いてますよね。そうですね、現在はですね、偕楽園内には3000本の梅の木が植えられていますが、はい、現在は300本から400本、1割強ぐらいが咲いています。あ、でもまだそれくらいなんですね。なんか数字で聞いたものよりも実際見に来た方がかなりあの咲いているような感じがしますね。はい、うん、あのこちらの梅の木というのは、こうしても咲いている早咲きの梅はありますけども、時期をずらして遅咲きの梅なんかもあるそうですね。はい、早咲き、中咲き、遅咲きと3種類ありまして、うん、はい、現在は早咲きの梅が見ごろを迎えていて、これから中咲きの梅がだんだんつぼみを膨らまして花を咲かしてくるところです。うん、あの関さんがこう梅祭りの期間中でこう一番大好きな瞬間ってありますか？はい、そうですね、早咲きの梅が咲いてですね、それが終わる頃、だんだん中咲きの梅が咲き始める頃はですね、園内がとっても梅の香りに包まれて、すごくいい気分になります。へー、早咲きのものと遅咲きのものが重なり合うっていうのがなんだかすごくいいですね。はい、であのさっき見てきたんですけども、この木のあの枝のところには、まあ、表札のような感じで、はい、木のあの
枠の中に名前が書かれているんですよね。それ一本一本その木の種類が書かれているんですか？はい、そうなんです。園内には100種類の梅の木がございまして、中でも、水戸市がですね、おすすめする梅の種類が水戸の六面木という名前で紹介されていますので、見分け方は、木の枠で六角形に囲んである梅がありましたら、それはもう水戸の六面木のどれかの種類になっています。へえ、六面木、それも探したいですね。あとさっき見てきて、月宮殿っていう月の宮殿って書いたそういった木もありまして、とってもかっこいいなと思って、はい、見とれてしまいました。そんな、ツアーのご紹介なんですけども、今回のツアーのおすすめポイントっていうのはありますか？はい、まず一つ目は偕楽園での昼食です。偕楽園ではお時間が約1時間半ありますので、梅の木の下を散策した後、お弁当を買っていただいて園内でお召し上がりいただきます。そうすることですごい、なんていうの、完売気分を満喫できると思います。関さん、おすすめのお弁当はありますか？はい、そうですね、大洗町で作っているタコ飯とかハマグリ飯、そして水戸黄門のですね、印籠をモチーフにしたお弁当箱の印籠弁当など種類たくさんありますので、いろいろ選んでみるのも楽しいと思います。東門の入り口からずっと歩いて奥の方に行ったところに今テントが出ていましたが、あちらで今も買うことができますよね？そうですね、梅祭り期間中はそちらの東門まっすぐ歩いていたところのテントのブースで販売しています。はい、他にはおすすめポイント教えてください。はい、2つ目のポイントは高文亭の近くにある仙駅台です。仙波湖をはじめ周囲の景観が一望できる仙駅台には、石の碁盤や将棋盤が当時のまま残されています。梅以外にもいろいろ発見がありますので、ぜひそちらの方も歩いて散策して確認してみてください。はい、今出てきた2つは梅以外のお話ですよね。他にはありますか？はい、最後におすすめするポイントは期間限定で特別公開されている筑波海軍航空隊記念館です。こちらの記念館は筑波海軍航空隊の旧司令部庁舎がほぼ当時のままの姿で残されています。館内には当時の貴重な資料がたくさん展示してあって、今しか見ることのできない特別な機会となっています。こうした周遊バスツアーというのは毎年行われているわけではないんですよね？はい、今回はですね、こちらの今ご紹介しました筑波海軍航空隊の記念館が映画の公開に合わせて特別に公開されてますので、それに合わせて偕楽園の梅祭りとか笠間焼に触れたりとか、そういった今年だけの特別なツアーとなっています。じゃあそちらの申し込みや問い合わせ先の紹介を関さんにお願いしたいと思います。お願いします。はい、ツアーの申し込みは茨城交通のフリーダイヤル 0120-972-351 までお願いいたします。はい、じゃあ最後に関さんの方からこのラジオ聴きの皆さんにお誘いのメッセージをお願いします。はい、今日ご紹介しました周遊バスツアーは早春の茨城をめぐる今年限定のコースとなっています。駐車場の心配をすることもなく、旅行気分が満喫できるバスの旅で茨城の春を楽しんでみてください。はい、この時間は茨城夢ガイドの関真希子さんに話伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、この時間は水戸市偕楽園公園南門にあります見晴亭の前から、この時期の梅祭りの楽しみ方ご紹介しました。